カフカスツールは、牛カや義族に分類される、グーテールイ。別名東高ーカサスツール。アゼルバイジャン、グルジア、ロシアのカフカース山脈頭部隊長オス百三十から百五十センチメートル、メス百二十から百四十センチメートル。肩がカオス七十九から九十八センチメートル、メス六十五から七十センチメートル。体重オス六十五から百キログラム。 メス45から5 5ラム基部から外側髪型、後方及び下方へ向かい、先端が内側髪型へ向かう太く、丸みを帯びた角がある。拡張を90から1 1 5トル角の断面は三角形。角の表面には不規則に横じわが入り、両や畝のような隆起がない。下記は猛威が灰色がかる。陶器は 猛威が、赤活色。オスの顎に伸長する体毛は7センチメートル以下と、極めて短く、縮れる。カフカスアイベックスの足とする説もあり、分布域が一部重複し、主観雑種も形成する。標高800から4200メートルにある荒れ地や、湿性草原、森林などに生息する。陶器になると、標高の低い場所にある草原へ移動する。夜行性。 オスの成獣は単独で生活する。500頭に達する大規模な群れを形成することもある。植生は植物食で草などを食べる。繁殖形態は体性。11翌1月に交尾を行い、妊娠期間は150から160日、5から6月に1回に1頭の幼獣を産む。メスは生後2年で生成熟する。飼料、家畜との競合などにより、 生息数は減少している。1960年代後期から1970年代における生息数は2万から3万頭。1980年代後期における生息数は1万8000から2万頭と推定されている。ありがとうございます。